球団が新たな戦力を獲得するための一つの手段であるトレード。今年はロッテに移籍した国吉のように新たな場所で心機一転大活躍する選手も多々おり、球団にとっても選手にとっても非常にありがたい制度と言えるでしょう。しかし長い歴史のあるプロ野球界にはそのトレードが大問題となったケースも存在します。今回は球界に激震を走らせ問題となったトレードを見ていきましょう。小久保裕紀、2003年まで大英打線の中軸を担いチームの中心メンバーとして大活躍していた小久保。そんな彼は2003年のオープン戦でホーム突入の際に重傷を負い、この年はアメリカでリハビリに励むことになりました。2003年のオフに小久保は打撃練習やキャッチボールを再開していたため、ファンから2004年以降の活躍を期待されていましたが、2003年11月3日突然球団から小久保が巨人へ無償トレードで移籍する旨が発表されます。チームのメンバーやファンが慌ただしくなる中、小久保本人は「トレードを訴えたのは僕自身、ホークス以外ならどこでもよかった」とコメント。その後移籍の理由は球団社長と小久保の意見が合わなかったこと、そして小久保がアメリカでリハビリした際の治療費およそ2000万円に対して球団からの援助が一切なく自腹で治療費を支払っていたことだと判明しました。ホークスメンバーはかつてホームラン王や打点王を獲得した自分たちの大先輩を球団が雑に扱ったことに対して大激怒。この年ホークスはペナントで優勝していたのにもかかわらず大英選手会は優勝旅行をボイコットしました。ここで当時のホークスの中心メンバーだった選手たちのコメントを紹介します。松中信彦、球団にふざけるなと言いたい。どうして小久保さんをタダで巨人に出さなきゃいけないんですか。あんなにチームのために一生懸命やった人が簡単に放出されるなら僕らだって同じ目に遭う。この球団は勝ちたくないんでしょうね。終わりですよ。ファンには申し訳ないけれど来年連覇したいという気が急激に薄れています。柴原博史、チームをまとめていたのは小久保さんだったんでチームにとっても大打撃。斉藤和美、今頭の中が真っ白で何も考えられません。恥ずかしいです。とても日本一の球団がやることじゃない。選手としては侮辱されているとしか思えない。城島健司、普通じゃない。和田剛、シーズン中何度も励ましてくれた。来年いないなんて信じられない。また当時ホークスで監督を務めていた王氏もチームが崩壊すると語っており、小久保のトレードは球界に激震を走らせ大問題となったのでした。サブロー、2009年のオフに夢と語っていたメジャーへの挑戦を封印し生涯ロッテ宣言をしたサブロー。ロッテの生え抜きスターであり4番を担う選手会長、ファンから誰よりも愛されていた男が2011年6月29日に巨人の工藤貴人に加えて金銭とトレードされることが発表されました。サブローはこのトレードに対し、トレードの話を聞いた時はびっくりしましたが子供の頃から憧れだった読売巨人軍に入団できて本当に感謝していますとコメント。しかしそうコメントしたサブローの顔はどこかこわばっているようだったとある記者は語っていました。このトレードは表向きは若返りを図るとともに俊足の外野手を求めていたロッテと打撃低迷に苦しむ巨人の狙いが一致したとされていましたが、当時赤字の経営をしていた球団が高額年俸選手を放出せざるを得ない状況を作ってしまったことが本当の理由ということは誰の目から見ても明らか。当然サブローの放出にロッテファンは怒り、意味がわからない、あまりにも露骨すぎるファンを無視したやり方に怒りが収まらない、このままじゃ次は福浦や今江が出されるんじゃないかと不安でしょうがないというコメントや、ショックなことは間違いないですが球団が移転したり合併騒動になるよりはマシと考えるしかない、でもいい加減こんなことが続くようだといつかファンの心が折れると思うとコメントを残しています。さらには球団のフロント職員に対して名指しで中傷するような声も上がり大問題へと発展しました。しかしその年のオフ、ロッテファンの期待に応えるようにサブローは FA 権を行使しロッテに舞い戻りました。サブロー自身できればもう一度ロッテでやりたいという気持ちが強かったことや、サブローを放出したフロントが退任し後任のフロントがサブローの復帰に好意的だったことがサブローの古巣復帰に拍車をかけたようです。こうしてサブローが巨人で大村サブローとして活動したのはわずか154日と、このトレードは伝説のトレードとなったのでした。江川卓、皆さんは空白の一日と呼ばれる事件をご存知でしょうか。これは昭和の怪物と呼ばれた江川を中心として取り扱われているトレード問題です。作新学院から法政大学に進学し、抜群の成績を残していた江川は1977年のドラフトの目玉選手となり、抽選の結果クラウンライターライオンズ、現在の西武ライオンズが江川の交渉権を獲得しました。しかし当時セ・リーグ球団への入団を熱望していた江川はライオンズへの入団を拒否、プロ野球浪人になる道を選びました。この時のプロ野球協約では、対象の年に交渉権を獲得した球団は翌年のドラフト会議の前々日まで交渉が可能、つまりライオンズは江川の交渉権を翌年ドラフトの前々日まで保有していますが、前日に限っては江川との交渉権を持たないという状況が生まれます。これが空白の1日と呼ばれるものです。空白の1日に目をつけた当時の巨人は、その1日の間で江川との交渉契約を終わらせてしまいます。もちろんこれは違反行為には当たりませんが、ドラフト制度を揺るがす交渉として大きな問題になりました。結局江川と巨人の契約は当時のセ・リーグ会長から直々に無効にされますが、巨人軍は契約は正当なものだと猛反発。この時代人気一強だった巨人がリーグを脱退するかしないかの問題にまで発展し、日本中が大騒ぎになります。結局空白の1日の翌日に江川の交渉権をドラフトで獲得したのはタイガースでしたが、当時のコミッショナーが阪神に入団する江川と当時巨人のエースを務めていた小林茂をトレードさせることを画策し、事態は収束。一人被害者となった小林は巨人から阪神移籍後、ジャイアンツだけには負けたくない思いでプレーしていたそうで、この年22勝を挙げ沢村賞に輝きました。またプロ生活を通しても通算135勝の江川より4勝多い139勝を飾り、自身の力を球界に示したのでした。中田翔が日本ハムから巨人に移籍したことは皆さん記憶に新しいのではないでしょうか。2021年8月に球団の後輩に暴力を振るったことで無期限出場停止処分を受けた中田は、報道があった9日後に巨人へ移籍しました。その後巨人では8月に起きた暴力事件なんてなかったかのように試合に出場し、中田は大炎上。当然日本ハムファンからは、なぜ中田から謝罪の会見がないのか、日ハムじゃ無期限出場停止だから巨人に行かせただけでは、トレードすればなかったことになると思ってるの、などの声が殺到し、中田とともに日ハム球団も大炎上することになってしまいます。球団はトレード時の一般的な慣行に従い、移籍前の会見は控えさせていただきましたと説明しましたが、誰の目から見ても責任逃れしたかった日ハムと戦力を補強したかった巨人の狙いが一致したことは明らかでした。結局中田は謝罪会見も開かず日ハムを去り、今まで応援してくれたファンを裏切る形で巨人へ移籍。日ハムには伊藤大海選手のような素晴らしい若手もいるので、度重なる素行不良で目立つような選手がいなくなってよかったかもしれませんね。今回は大問題となったトレード4選を紹介しました。他にも皆さんの記憶に残るトレードがあればぜひコメントで教えてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。